でだね。で布団をちゃんとさ、座椅子を4枚広げて、このなんかキャンピングカートの中で寝るみたいなさ。何やつ。おはい、お疲れ様です。よし、じゃあ行ってくるわ。はい、あ、今日の分の100円払してくれる？あ、はい、8月2日サンキュー。じゃあこれで。なぜかまた家主が先に出るというね。よし、行ってくれよ。はい、ええよ。だね。よし、ピンクのチャリンコで出勤だ。今日紹介したのは、うずな森団地の眠れない子たちと、ぐっさんのハッピーオンステージ、漫談一直線の3つです。藤原竜也に鈴木亮平の小学生役なんて舞台以外で見ることなきって見ることができない貴重な光景。ビジュアルもさることな、ビジュアルもさることな。今日紹介したのは、うずな森団地の眠れない子たちと、ぐっさんのハッピーオンステージ、漫談一直線の3つです。藤原竜也に鈴木亮平の小学生役なんて、舞台以外で見ることができない貴重な光景。ビジュアルもさることながら、ストーリーの重さ、面白、ああ、ストーリーの面白さ。ストーリーの面白さもまさに必見。今日紹介したのは、うずな森団地の眠れない子たちと、ぐっさんのハッピーオンステージ、漫談一直線の3つです。藤原、もう一回言っていいですか？今日紹介したのは、うずな森団地の眠れない子たちと、ぐっさんのハッピーオンステージ、漫談一直線の3つです。藤原竜也に鈴木亮平の小学生役なんて、舞台以外で見ることができない貴重な光景。ビジュアルもさることながら、ストーリーの面白、あ、言えない。おい！ストーリーの面白さ、ストーリーの面白さなんだよ。今日紹介したのは、うずな森団地の眠れない子たちと、ハッピー、あー、ぐっさんのハッピーオンステージ。ハッピーじゃなくなっちゃったよ。何回言うんだよ、うずが森団地。うずが森団地。じゃあ行きます。3秒です。今日紹介したのは、小田栄一郎監修、ハローワンピース、ルフィが街にやってくると、ドラムタオ、ザ・ドラマーズ、トータルテンボス全国漫才ツアー2019の3つです。大人から子供まで楽しめるワンピースの原画展、ここでしか手に花、手に入らないグッズ。うずが森団地、うずが森団地。今日紹介したのは、小田栄一郎監修、ハローワンピース、ルフィが街にやってくると、ドラムタオ、ザ・ドラマーズ、トータルテンボス全国漫才ツアー2019の3つです。大人からこのドマネって子供まで。なんだよ。3つの時は噛むなよ。ただいまー。もうねー、皮膚科帯状疱疹がさ、後残るのとか嫌だし、まだやっぱ痛いからさ、もうお金使いたくはないけども、やっぱもう体を壊すのだけはよろしくないからね。やむを得ず行ってきましたわ。また貯金を下ろしてしまったわ。診察と薬代を合わせて3800円かかった。お金かかるなぁ。やめてくれ。これ以上お金のかかるイベントは起きないでくれ。塗り薬、飲み薬、飲み薬、飲み薬。いや、こんなに薬いる？うわ、もうめっちゃ薬あるわ。メコバラミン錠、エトドラク錠、バラシクロビル錠、錠、錠、錠。今日の分の100円持って、よっ、行ってきます。さあ、村山市の村山駅西口にあります村山市西口ホテルに来ております。うまそう。いただきます。お疲れ様です。ミッチーチェンさんは昨日だったんですね。昨日だったんです。あら、会いたかったな。パフォーマンス終わったんですか？僕今終わったばかりで。あ、やべえ、見れなかったな。
あ、僕あの今からバカ米さん見ますよ。いや、ちょっと恥ずかしいな。いや、もう期待します。早速見たのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のゲスト、2組目のゲスト、今何かと話題の吉本興業、何かと話題っていうね、バッコメのお二人です。どうぞ大きな口をお迎えください。どうもよろしくお願いします。さあ、朝6時、これから全力ボーイズの早朝ライブサンデーに行ってまいります。最年長が候補生を今、あれですか、呼び出してビってた。おい、てめえお前てめえな、しっかりしろよ、おい。本当に絶対違うだろ。ビタビタやってんじゃねえよ、もうもう言葉が出てこねえよ、もう出てこないですか、うん、頑張って優しいな、おい、うん、頑張ってすごく頑張って、うん、ありがとうね、いつも朝早く。ついにあのここの年齢差がおいくつですか。今いくつ。今12です。 12? 13個違います。一周と一個ずつ。あ、それすごいね。何年？犬です。あ、一緒。えと一緒ついにえと一緒が出ましたから。でも犬。あ、そうなんですか。あ、なんか知らなかった感じかもしれない。何でそつくの。そうやって最年長いじめるんだよ。なんか親戚の集まりみたいになってる。誰がそれってごっちゃだ。ごっちゃ誰ごっちゃや。そうなったら周作さんどのポジションですか。俺はね、俺はただのただのジジイでございます。変なジジイでございます。ボーイズ、そのライブはあげてこうぜ。Let's go。 夢メッセ宮城にやってきました。やってきました。まさかの今日は、はい、ヒート君も一緒ということで。どうもヒートでございます。お久しぶりです。久しぶりだね。イエーイ、イエーイヒート君とはもう8年近くのお付き合いで。そうです、昔からの長い付き合い。ニコニコ動画のイベントとかでもずっと一緒で。喋ってみたから一緒です。だよね。今日はどういった出演にしたらどうするの。今日は可能書いてないですけど、可能が便利券の、はいはい、今日は物販でタオルを売ります。あ、物販、はい、出てるもんね、可能が全然。おかげさまで、はい、俺らがオーディション落ちたやつ歌ってんの。そうなんだ。というわけで、我々バッコミは今日はあのステージイベントがございまして、はい、頑張ってきます。こんにちは。撮らないで、あのモザイクめんどくさいんで大丈夫です。すごいな。母ちゃんいるかな。あ、いたテレビで出てきたな。YouTube です。あ、マジか。ターちゃんです。ターちゃんよろしくです。あれ、今日は猛烈。あら、今日はね、食べ物やってるわけじゃなくて、はい、今日はツアーベームにコップ使われてます。知れて後ろに全力ボーイズ、全力ボーイズ。お店にも皆さん行きましょう。この辺に出しとこう、ちゃんとお店上。出してね。すいません、また嬉しい、出てた。またね。ありがとうございます。お弁当をいただきました。どうもよろしくお願いします。バッコミです。よろしくお願いします。ただいま。しゃあ、うまいね。あ、そうだ、仙台放送さんといえばもうそろそろサザエさんの終わる時間だな。じゃんけんしよう。よっしゃ、行くぞ。アイコってなんだよ。今日はちょっとね、メルカリにそろそろなんか出品でもしてみようかと思ってね。これ売れっかな。これ伝次郎先生の実験道具じゃないよ。カホン、これ以前番組で作ったんだけどね、これ手作りなんですよ。僕の修作の S の字も入ってるわ、ちっちゃく。こんなん売れっかな。
なんかカプリコのイベントに行った時にね、当たってもらっちゃったんだよね。カプリコプター。中身見てないんだけど、多分ラジコンかなんかだと思うんだよね。これも売っちゃおう。これなんかどうかな？ UFO キャッチャーで撮ったスプラトゥーンのローラーの形をしたコロコロ。これいいんじゃない？あとは。これどうだろう？これね、7年前ぐらいかな。ニコニコ動画の人気ゲーム実況者たちと一緒にお酒を飲みながら喋るトークライブがあったんだけども、飲んでみたっていうね。これ第5回目なんですよね。これイベントの時に作った T シャツがね、まだ1個残ってたね。絵はね、絵というか、デザインは、五月病マリオさんという絵師さんが描いてくれたんだよね。好きな人は好きだろうから買うだろう。それの続編のもね、残ってたんだわ。飲んでみたら6。最終兵器俺たちっていうね、まあ人気の実況者さんがいるんですが、コウスケくんのなんかお誕生日を祝おうみたいなね、イベントだったんですけど。なんか特に何するわけでもなかったんだけども、その時にね、出演してたみんながこう、サインを書いてくれてんだよ。これ売れんじゃない？ほら、最終兵器俺たち。あとほら、キノコと書いてタケくんっていうね、どっか事務所入ったんじゃなかったっけ？ユゲくんとかね、いたなぁ、ドグマカザミくん。ガッチマンさんっていたね、ガッチマンさん。これだったらゲーム実況好き買ってくれんじゃないの？なかなかいい値段で。あと、あ、そういうイベントで言えばこれもすごいんだわ。ニコニコ動画で大人気の踊り手さんたちをね、お招きしてのトークライブがあったんですが、喋ってみたっていうイベント。その時に、先ほど出てきた五月病マリオさんが遊び来てくれて、出演者みんなの似顔絵と、あとそれぞれ出演者のサインも入ってるっていうすごい色紙を作ったんですよ。だからこれ別にプレゼントするとかでもなく、なんとなくみんなでふわふわっと書いて寄せ書きみたいにして俺が持ってたんだけど、まあ俺持っててもしょうがないしな。今でもすごい人気の人いっぱいいるよ。白福くんとか気まぐれプリンス、アプリコット兄ちゃん、おがくずくんもいるしね、ゼアラルくん、チビショーフォーゲル、サク、なんだ？ケータンもいるね、ただのボート、リンゴ酢、今岡さん懐かしいな、メロチンも入ってるわ。はぁ、あとね、この時はね、歌い手で、もう今でも大人気でしょ。アンダーバークもね、この時、ナレーションみたいな感じで出演してくれてね、こんだけ、ビッグスターのサインが入ってたら、これ売れるだろう。あとは、TBC 夏祭りでもらった T シャツが。あとね、こういうのも溜まってるんですわ。やっぱ仙台といったら楽天でしょ。でね、なんかこう、お仕事のたんびにいただくんですよ。ただね、溜まってっちゃうんだよね。楽天のこういうね、ユニフォームっていうの、これ。こういう赤いのとか、あと仙台のバスケチーム、89ers の、着るやつも、着るやつって言ってた。お仕事で一度着ただけで、ほぼ綺麗な状態で残してますよ。いい？これも売っちゃおう。というわけで、もしこれ見て欲しいよって方いたらね、ご希望でしたらサインぐらいつけますので、ぜひとも。まあ、ドイツ旅行も近づいてきたら、もうこの帽子と、この、上着も、売っちゃうか。というわけで今日はこの辺にしときましょうか。じゃあまた明日お会いしましょう。バイバイ。アレビバー。